そう、死んだ。そう、マットリアになっちゃった。本当はマットリアって書こうとしたんだけど、変換でそうなるの。みんな打ってみて、しめじっていうアプリ入れてたらマットリアになる。待っとるよ。いいな、イケメンすぎるわ。そうで、待っとるよです。ヤンキーになってないです。そう、本当にね、変換なるんだよね。待っとるよです、正しい文字みたいな変換でね、待っとるよになって。明日は生誕祭です。鬼滅の緊張です。和夫さん、ハザクさん、ありがとうございます。明日行きますよ、ありがとうございます。スピーチ緊張。そうだから1年前は何してたっけってちょっと考えてました。今日ね、何やったっけって。そう、手紙も誰だろうってワクワクしてました。明日の手紙は俺からですよ。まさかの、まさかのファンの人から初めてじゃない。楽しみですね。面白い。そう、今あれ2日ぐらいね、パンチ先の開封をできてなかったんで残り3個入ってるんですよ。あの重大事件が起きてしまってて、そう、重大なんですけど、あのゆいちゃんの家族、姉ちゃんか弟の誰かにこのバーンチュウサギのやつ開けられてたんです。誰だ、ほら犯人を探してます。これね、中にね、そうガムが入ってんの。だから多分それ目当てでね、飽きて誰かが食べたんです。事件です。なので許せないです。でもね、ちゃんとね、この中身はね出てきたので、ね、その中身ね、あ、ちょっと取ってきていいかな。取ってきます。はい、戻ってきました。
こんにちは。まずゲットしたのはこんな感じでね、全部で16種類あるんですよ。そうで、それでね、当たったやつがまず1個目これで、この誕生日おめでとうと落としてるおばんじゅうさぎと、この黒の日焼けおパンチとまた同じね、初めてのダブリですね、これ。そう、ダブテストで、これが、そう、これね、開けられてたの、食べられてたやつで、で、これは自分で出ました、ピザです。でね、で、これね、踏まれてるパンチ、めっちゃ可愛い、本当にやばい、めっちゃやばい。で、これです。これは自分になってました。そう、2個ね、食べられてました、ゆうちゃんのおパンチすぎ。1、2、3、4、5、6、7、7個ね、開きました。そのうち2個、あれ1個かぶったので、今6種類ゲットしてます。じゃあ今日は開けたいと思います。久しぶりの、まない、そう、めっちゃ可愛いの。でもね、ゆいちゃんのね、お目当てがまだ出てない気がする。ゆいちゃんのお目当てはあのこれ踏んでるよのやつもなんですけど、これが欲しいの。これね、よくね、見えないと思うんだけどね、そう、刈られてるの、ちょっとね、だから本当に欲しいの。じゃあ行きます。せーの、ふい。待って、ちょっと待って、一旦ね、どういうこと、どういうことちゃん、本当にどういうこと、やばい、これはやばい、すごい、やばい、当たった、やばい、めっちゃ鳥肌立ってきた、やばくない、ちょっと反られてるの可愛くない、やばい、めっちゃ鳥肌立ってきて、やばい、寒い、すごい、そう、これね、セロハンテープめっちゃ強めでね、やばい、やばくない、刈られてるの、ちょっと、やった、欲しいやつ出た。そう、でもね、まだね、レアが出てないので、本当にレアが欲しい。このね、このおパンチがいっぱいのやつ、見せた方がいいか、これね、そう、めっちゃ欲しいの。そう、あと1、2、3、4、5、6、7、あと8種類です。あー、欲しいな。あれ、ちょっと待って、1、2、3、4、5、6、そう、あと8種類でね、このフリーズできます。でもね、あとね、2個しかないんだよね、在庫が今。なので、この2個でレアを出したいと思います。可愛くない、本当に。皆さん見つけましたか、これ
今ね6種類ねコンプリートゲットしてるので、なのであと8種類です。結構多いよね。可愛くない？全然見えてない。こっち見て。可愛くない？ちょっと何円だっけ？みんなその探してみて。何円だろう？ちょっとみんなおパンチウサギのクッキーチャーム。チャームコットで調べてみてください。じゃじゃじゃー、はい、でしょ。そう、250円です。ぜひみんなもイチカツお願いします。まんじゅうさぎのイチカツをそれってガチガチ。これはね、あれあれコンビニとかで普通に売ってました。結構ね重いんだよねこれ。これこのこれが重いか。はんちゃんの指輪リングもそう、負けてないや。これはねジャラジャラできるんで最強です。食べ頃です、確かに。そう、コンビニでね、売ってますよ、普通に。おばんじゅうさぎ出てるよ。いつもニコニコいいなだよ、来てくれてありがとうございます。見かけないのは売り切れそう、売り切れてるから、早めに買っといてよかったです。お、15分経過ありがとうございます。これは5000人、え、5000人いった？言った。福岡に言ってるやつ、いいじゃん、全部買ってないからいつも買い占めたいよね。それどこのセット？これはゾゾタウンで買ったおパンチウサギです。
実はおパンチなんですよ。またね、ちょっとおパンチ席に関する重大な発表があるので楽しみにしててください。ひーちゃんがめっちゃ欲しくて欲しくて止まらなかったやつです。福岡空港で売ってんの、おパンチ先打つ、すごい。そうだよ、レッスン着にできる。でもね、ちょっと暑いだよね、長袖だから。リナのレッスンにといえば小田原さん、そう、でもね、今も来てるけどね、めっちゃね、短いからさ、短くなったからもう着れないんだよね、多分。もうれないと思います。着れるけど短いんだよ。で、小田さんもね、一昨日誕生日で、めっちゃね、身長が伸びたんで、15センチ伸びたんで、お昼から。あ、じゃあ10センチぐらい？ん？そう、お披露目から15センチだ。そう、今147って、そう、17センチ、じゃあ15センチ伸びたんで、そうだよ、15センチ伸びたんだよ、すごくない？まあでも2年以上経って、1年か。まだ1年経って、1年で15センチか。いける。160、そう。160は行きたい。行くのちゃん。じゃあ、ハンちゃんぐらいがいいんだよね。ハンちゃんよりちょっと高めのところで行きたいですね。あ、それでは、誕生日をしたいと思います。13位、カズオさん。12位、ヒョンモコスイトンさん。11位、リオダさん。10位、ヒロタンさん。9位、ルークさん。8位、中島優さん。7位、グッさん。6位、フランさん。5位、ショウちゃん。4位ダルマインコさん、ありがとうございます、イエイ。して第3位はぐる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 ドカーン、ダルマイン、あ、じゃあアスカさんです、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます。して第2位はぐる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 ドカーン、ヤスさんです、ありがとうございます、イエイ。して第1位はぐる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 ドカーン、ナミさんです、ありがとうございます、イエイ、ありがとうございます。皆さん今日もたくさん来てくださりありがとうございました。それでは感動した、あ、じゃあ自己紹介して終わりたいと思います。明日はね、多分あれ朝配信ぐらいになりそうなんですけど、よろしくお願いします。朝配信か公演始まる前です、多分朝配信です。それでは自己紹介して終わりたいと思います。はい、困り顔でトルメガチャンポイント、いつもニコニコ、
いいな。ゆなでは HKT 最年少小学6年生12歳の石松ゆなです。よろしくお願いします。バイバーイ。ほっぺ赤いのは踊ったからです。バイバーイ。